村上です。その松江です。マジカルラブリーです。ですお願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。おねしゃす。まずは、この話題からいかせていただきます。はい、前に番組で話したジャムーティーから、医薬品成分のステロイドが検出された、国民生活センターが発表されました。驚きましたね。こんなことが起きるんですね。本当ですよね。引用している人は、医療機関を受診して相談してほしいと、呼びかけております、国民生活センターの発表に該当する販売業者の商品を飲んでいる人は、注意喚起を参照の上医療機関にご相談するなどしてください。いや本当にびっくりしましたけども、まあね、皆様、ご注意くださいと、うん、まあ、大変微量だというふうに書いてありましたけども、はい、私も、全然体は元気でございました。よかったです。はい、皆様ご注意ください。はい、さあ、そしてですね、大変なニュースがありますね。映画の、コナンのネタバレで荒れているということで、こちらも。それが一番やっちゃいけない行為じゃないですか。荒れているのは、中国だそうで。中国。はい。中国の、が荒れている映画のコナンのネタバレで、はい、中国で、はい、ネタバレをした人がいるということですね。映画の、明日ですね、4月14日公開の劇場版、名探偵コナン、黒金のサブマリンの、4日に中国であった試写会に参加した人が中国の SNS にネタバレを書いてしまったらしいという、それで荒れたそうですね。ダメですよ。試写会でネタバレしたら。あ、そうですか。試写会はダメですか。ルール違反ですよ。試写会で見たものを。いや、なんか、結構この番組は、もうネタバレ、ネタバレでやってますけども、一応ダメなんですか、試写は。試写会は一番ダメよ。はい、あ、本当ですか。うん。試写会で何かを見てネタバレしたことはあなたはないですね。それはもうその、信頼関係でさ、やってるわけだから。結局制作者と試写会に来た、はい、参加した方々との信頼関係でこういうことやってんだから、はい、こんなことが続いたらもう試写会なんてものがなくなってしまうんじゃないですか。あれ試写会とかって言ったら言うよね多分ね、そのなんか言わないでみたいな、言わないではありますよ多分。ありますよね、それをだから守らず、守らなかったってことですね。一番ダメです。まあ、公開初日ならばギリセーフですか。公開初日ならね。あんまり良くないと思いますけどね。しょうがないよね。公開初日。熱はもちろん熱量があったからね。あんまり良くないとは思いますけど、まあ、公開初日ならば、まあみんな用意どんで見れるわけですからね。うん。死者だと、やっぱりその選ばれた人というか、自らこう応募していかないととか、そういうのがあるっぽいですからね。まあ、死者でネタバレするのやめてくれということですよね。まあ、ちなみにですね、うちの番組とはいえ、全部の作品のネタバレを解禁しているわけではなくてですね、基本、ワンピースのみ OK。厳密に言うと、ワンピースのみではないけどね、もう週刊連載されているものは基本、このラジオを聞く限り。まあまあ、よくワンピースの話をするだけであって、まあ、ネタバレは別に、まあ、しょうがないよねっていう。熱量だから。これに関しては。熱量だからって言ってますけど、よく。熱量あんまりよく分かってないです。熱量があればネタバレしていいってことですか。熱量があったらネタバレはしていいんだよ。いい。あ、言いましたね、もう。うん。いいんですね。もうそれもしょうがない。まあ、ハンターハンターとかは別にそこまでのネタバレはしてないのか。ハンターハンターはまあネタバレ、そうだね。そこまではしてないですからね。あ、ワンピースみたいにね、なんかこう、伏線みたいなものが、たくさんあって、それが分かった時の、その、日ですよね。いや、そのね。喋っちゃうんです、だから、それを。その、月曜日になった瞬間見れるわけですよ、はい、ジャンプラスでね。そうですね、はい、で、そっから、やっぱね、月、火、水、挟んじゃうと、考えがまとまってくるのね。誰のですか？俺の。うん、はい。あ、そういうことかと。考えなくていいんですけどね、別に。すごいやっぱね、はい、その、火曜日ぐらい、火曜日にもちょっと俺 YouTube で配信してるけど、はい、まだまとまってないの、やっぱね。ちょっと。まだ、これどういうことだっていうのが、はいはい、全部やっぱその、俺年表を書いてるんだけど、ワンピースのね。その、それを書き足してっても。だけど、いるけど、そういうやつ。どうすんだと。小中ぐらいで自分でなんか、ノートとか作るやつ。まだやってるんですか、うん、ここに今誰がいて、はいはい、っていうのを整理してるんですよ、はい、常にね、うん。そうじゃないとやっぱ追えなくなる時あるから。
まあ、ワンピースね、うん、たくさん人が出てくる、ね、今同時進行ですから、うん、今、はい、3カ所で同時進行で物語が動いてまして、はい、それがやっぱすごい入り乱ってそれがめっちゃ面白いんだけども、はい、でもそのやっぱ俺はちゃんとまとめて、はい、うん、まだちょっとちゃんと読み込めてない人にお伝えしたい、うん、と言いますか、この面白さ、大きなお世話な可能性ありますよ、この面白さ、そのお伝えしたいという気持ちはいいんですけど、うん、その大きなお世話な可能性あります、ついていけない人もいると思うんですよ、うん、難しすぎて、でそのワンピースチャンネルならばいいけどね、このラジオは別にワンピースラジオじゃないんで、ワンピースチャンネルよ、ワンピースチャンネルじゃないです、ワンピースチャンネルっていうか、じゃワンピースジャンプチャンネルよ、ジャンプチャンネルじゃないです、じゃあその古いし、なんかルロケンとかだし。ルロケンとかも。今の作品あんまり フルジャンプチャンネルよ。フルジャンプチャンネル。誰が興味あるんですか。フルジャンプチャンネル。一番見たいだろお前。フルジャンプチャンネルなんてお前。だからそのまあだからワンピースはもうごめんなさいっていうことです。もうこの番組は。特に今はもうね。ワンピースの話しますとは言ってないけども、まあします。うん、しょうがないもう。うん、それは。連載もう嫌だったらもう月曜日に読んでほしい。うん、はい。しょうがない、これは。まあ、それは、だから、もう、散々、お伝えしていますので、うん、ちょっとそこで、もう、お前らネタバレすんなよっていう、クレームは、ちょっと、勘弁ください、ということです、うん。はい。ワンピースのネタバレはあります。月、火、水、木という時間あったわけだから。はい。うん、あります。あります。ネタバレはあります。は、追いついてください、読んでない人も。はい、うん。それ、基本の、基本です。それはもう、うん。うん、知識として、うんうん、なのでぜひそこまでは、追いついてほしいということで、はい、まあワンピースは OK なんですけど、このね、絶対にネタバレをね禁止しているのが実はありまして、ありますね、これまあ、野田さんの大好きなドラマの、うん、堂本光一さん主演、銀狼怪奇ファイルっていう作品がね、はい、あるんですけど、96年なんですよこれ、はい、銀狼怪奇ファイルって、うん、96年、もう、だから、何年前ですか ?30 年近く前ですね。前ですね、うん、うん。ラスボスのね、勤労っていうのがいるんですよ、うん。勤労の正体をね、絶対言わないんですよ、このラジオでは。それ言ったらマジで、もう、荒れるって。荒れるよ、それは。いいですよ、言っても。全然。それ、だってもう、勤労回帰ファイルの、はい、見ようがない、本当の一番最古の、うん、だってマジで最終話しか出てこないのよ、うん、それのために見続けたぐらいまであんのよ、この銀狼怪奇ファイル、はいはいはい、これ言ってしまったらもう誰も銀狼怪奇ファイル見なくなっちゃうじゃない、うん、むちゃくちゃ出てるんですよ、そう、世に情報が、それはもうそのまだその、うん、かもしれないじゃん、いやもう銀狼怪奇ファイルって入れたらもう出てくる可能性ありますよもうその第二検索ワードみたいな、ね、まあ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 、でもそれも出てきて、その役者さんの名前が、あそしたらもう分かることですから、もう調べられたらおしまいよさすがに、こっちだって調べない人、調べない人はもう見ない人ですから、で言っていいと思うんですけどね、僕は。いや言えないね、これが最後のお家だし、まさか俺は本当にドキも抜かれたんだから、ま、だ誰なんですか、言えるかよお前、いいじゃないですか、言えるわけないだろお前、いいじゃないですか、ほええー、だって俺えー、ジャニーズの方他にも出てらっしゃいますっけ、まあ、出てんじゃないそう、なんか学校にいるんでしたっけ、そのジャニーズの方が、うん、だからなんだよ、メール来ております、ラジオネームキャラメルサンド美味しい、はい、4月3日月曜日の近畿技術のラジオどんなもんやにて、リスナーさんからこのラジオで銀狼怪奇ファイルについて取り上げられたという皆のメールが読まれていました1時間半の放送時間のほとんどが銀狼の話題で終わったことや、マジラブの二人が銀狼を見ていたことについて、光一さんはすごいな、ありがたいですねとコメントされていましたが、金狼の正体については、あっさりネタバレされていましたいやもう銀狼が言っちゃってんじゃん、銀狼が即言ってるわけでしょ、光一さんダメよそれは、光一さん。光一さん。言っていいんですよ。言っていいんですだから。って光一さん、そりゃ。あとね、このメールにも書いてあるんですよ。正体、俺はもう飛ばしましたけど、いやいやそこ。僕からも見えるんですけど、むちゃくちゃ消してあるじゃないですか。いや、いいよ、こんな気遣い。いや、僕知ってるから。わかってるよ。
ね、こいつダメですよ、こいつは。みんな楽しみにしてる。あんな衝撃的な。誰ですか、キンキキッズさんのラジオに、そう、告げ口みたいなのしたの。やめてください、本当に。もう。迷惑です、もう。恥ずかしいです。優しいよね。だからありがたいって言ってくれてるから。届いてくれてよかったわ。こんな感動ですよ、僕は。その、初めて買った CD も、ミッドナイトシャッフルで。そのカキファイルの、オープニングテーマですか。そう。それをね、なんか、もう小学生の本当の一番の思い出と言ってもいいぐらいね、やつが本人に届いてるわけですから、やっぱ感動ですよね。確かにリスナーが被ってますね。どんなもんやと。リスナー被ってるんですかね。どんなもんやとマジラブ ANN テロはもう被ってない。いや、だからこっちのリスナーがもうなんか張ってたんじゃないの。銀狼の話しろよって。したらもう即言ってやるわっていう感じでもう用意してたんじゃないですか。もう恐ろしいですわ。ね、もう二度とこのようなことがないように。リスナーには注意喚起の方を。ここで話した内容。どのことですか？ここで話した内容を、他のラジオに、その振りまくなと。他の、そうですね。行くなと、はい。他のタレントさんにバレたくないんで、やめてください、ね。マジラブさんがこんなこと話してましたよ、みたいなこと言うなと、はい。他のラジオで恥ずかしいから。何も考えてないんだから。あるんですよ、やっぱ恥ずかしいという意識は。何も考えてないんだから。このラジオのオープニングトークなんて。帰りのタクシーで忘れてるんだからもう何話したか。そうですね、確かに何一つ覚えてないですから。何一つ覚えてないですから。いや、だからその言わないってことですね、これはね。だから皆さんもあんま調べないでください。いや、言わないです。でも見ようがないんですよ、もう。銀狼会議ファイルは確か あるんでしたっけ。なんかしたら見れるんでしたっけ。俺はないから ないんですよね、そのビデオとかも、まあ、ね、ちょっと僕もちょっとそのどんなもんやね、ちょっと聞いた感じだと、やっぱそのえぐくすぎるんだって、やっぱ描写が。最初だって首なしライダーもさ、やっぱ首飛んでるから、ちょっと時代的に、それもある。無理だから、ちょっと再放送が厳しいんじゃないかっていう話はあるみたいだね。当時だから OK されてただけで。怖かったもん、俺、金田一も銀狼もどっちも。まあまあ、怖かったは怖かったけどね。だリメイクされるかもっていうのがあるから、ね。ああ、若干表現をマイルドに。マイルドにしたけど、でもその時、だその時、そう、リメイクがあるから、ネタバレはダメです。いや、だから、いや、キャスト変わるんじゃないですか。さすがにその勤労やってた方が、いや、キャスト今学生の感じで行くの。キャストは変わるかもしれないけど、はいはい、その役は変わんないから。あ、まあまあ、そうか。勤労役の方は変わん、勤労役ってのはいるから。はいはいはい。それがもう俺はバレたくない。その時のために。あれ、でもそんな絡むんでしたっけ？まあまあ。最終回までに。そこ、あ、この人が、勤労だったのかってなる前に、結構絡んでるんでしたっけ、勤労と勤労。あ、お前それ、近づいてきてるよ、お前。近づいてきてるって何すか。お前もめっちゃ知りたがってるじゃん。いや、それ知ってんの、僕は。お前も気になって仕方ないじゃん。僕言ったっていいんですよ、今ここで。なんで僕も言わないのかがわからないです。別にいいんですよ、その名前言ったって。偉いよ。いや、そうですね。それやっぱりその、野田さんが、もうどうしてもって言って守ってるんで、僕も一応そこには乗っかってますけど。透明人間のラスト覚えてる？語り慎吾さんの。透明人間のラスト？いやー、ちょっともう愛の言霊がかかるぐらいしかちょっとわからないですけど。俺も、今ふと、思い出したぐらいだけど、わかんない。間違ってるかもしれない。脳みそだった気がする。何？どういうこと？わかんない。ちょっと待って、ちょっと、僕のわかんないは、あなたが言ってることがわかんないんですよ。あなたは、その、教えてくれたらいいじゃん。その、脳みそっていう意味を。脳みそだった気がする。ちょっと待って、何がどう？何がどうだったの？当時も。わーってみんなでこう、話してて、急に、その、場面が切り替わって、脳みそだけ置いてあるってことですか？だった気がする。いや、そんなわけないの。それじゃ納得できないだろ、最終回で。うんまれん、うんまれん、ふとわ。じゃないの。終われないだろ、愛の言葉かけたって。脳みそが。脳みそが歌い出したの。シワ、脳みそのシワがこう、ちょっと口みたいに動いて。うんまれん、くせり、ふとわ。桑田さんの脳みそかもしれない。ちょっとモノマネしてるんですか。ちょっと桑田の脳みそ。ふとわ。
脳みそが。脳みそが。ちょっとあの、知ってる方は教えてください。俺の僕はもう全くわからない、それは。ハラボー。ハラボーも言ってますか、脳みそが。言ってたよ。銀狼マッチのものまねしてるかもしれない。マッチでーす。黒柳さんって言ってんすか。銀狼が大の字さんしか言ってないじゃん。銀狼の最後はだ知ってますよね。銀狼の最後は知ってるよ、ね、なんかあれだよね、なんか合うんだよね。合うんだよね、そのあれとね。なんか部屋で会ってた気がする。金田一と合う。あ、本当のガチ最後は、うん、そう、金田一と合うよね。金田一のラストで合うのかな、金狼と。あ、え、うん、金田一のラスト、金田一銀狼書き入るよね、順番。金田一銀狼会見もまたリメイクで金田一だったけども、要はその引き継ぎでなった時に、そうそう、うん、出会うみたいなやつだったね。いやー、それとかあったらいいんですけどね。その脳みそで終わられても合わないんですかね、他のスマップの方に。その香取慎吾さんが脳みそ、一緒脳みそが誰の脳みそかも分かんないし、脳みそが誰かと会うってんですか、スマップの。透明人間のあってなんだ、ファイ、え、なんだろう、え、あれでしょ、土曜日の あの枠みたいなことでしょ。あれ、草薙さんのフードファイターはその直後だったのかな。あってもおかしくないよね。伝説の教師はそこの枠なんでしたっけ。そうそうそう、前も言ってましたけど、あ、そこの枠か。そうだね、うん、そのやっぱ仲間に会うみたいなのがね、あるからね、あの終わり方、終わりが。でも俺、透明人間は最後ちょっと脳みそしか覚えてないな。透明人間のその脳みその件をちょっと詳しく知りたいんですけどね。何にも僕絵が浮かんでないんで。本当にみんなでワイワイしてるとこから急にパッと切り替わるのか、うん、そのなんかちゃんと流れがあってそうなるのか。でも流れもクソもなかったんじゃが、もう。覚えてないです、私は。もう、なんか薬で透明人間になるんですよ。薬で透明人間になってた。でも毎回脱いで。あ、そう、脱いでたわ。全裸になって。服は透明にならないんだ、みたいなね。そうそうそう。ね、そこは、そこリアルだねっていう。どういうさ。で、何するんですか、どういう。なんで、透明人間ってどうやってストーリー進んでったんだっけ。人助けとかしてた、女風呂覗くでもう終わりだもんね。人助けしてた、事件を解決すんのか。そっか、透明人間になれんだもんな。透明になって、なんか、忍び込んで、みんなが見れない箇所を見るみたいなことなんですかね。で、それで解決していくのか。で、うん、多分それの、なんか透明人間の薬作れるようなとこの黒幕なんじゃない、脳みそ多分。ああ、なるほどね。うん、それが脳みそで。うん。あの、タートルズの？タートルズみたいな。タートルズのごとく。ラスボスみたいな。タートルズのあれよりもでかいぐらい。うん。うん、でかい脳みそですか？だった気がするけどな。脳みそじゃな、脳みそだったと思うよな。透明人間になってる時は、あれなんですかね。その、セットの外のパイプ椅子に座ってるんですかね、香取さんは。ああ。今ならなんとなく見えるじゃないですか、その収録現場の感じが。その透明人間って書いた名札掲げた AD さんが動いてる、うん、動いてるんで声当てて後から。当時だってでも CG で消すとか多分あんまできないじゃないですか。邪魔だもんね。でも何にもないんじゃないですか。ああ、まあ、全身タイツか、まあ、当時はまあ全身タイツだったら消せるからね、多分ね。全身タイツ消せるんですか、多分。緑色みたいな。ああ、とかでやってたんですかね。ちょっと出てきません、私も。俺もちょっと、どういうストーリーだったか覚えてないけど。なんでその香取さんがその薬を飲むのかとか、その辺も全くちょっと覚えてません、ね。覚えてない。見てたことは見てたんですけど。確かになんか全然思い出せなくなったな、うん、サイコメトラーとかね。サイコメトラーもその枠ですか。確か、あれ違うか。あれ、いやー、ちょっともう覚えてないな。あれは、あー、もう、あー、もう出てこない。あの、陣内智則さんじゃないわ。陣内孝則さん。あ、孝則さんね。のなんか、なかったですか、すごい楽しいドラマ。ちょっと本当その時間枠で。すいません。え、その時間じゃないのかな。天国に一番近い男。聞いたことある。それは土曜日？土曜日じゃない？うわー、めっちゃ覚えてるわ。懐かしい、なんか。陣内さんのやつ。あれは、あの、大人になったら死んじゃうやつ。あの、隔離された。あの、なんだっけ。なんとか都市みたいなやつ。僕らの。
僕らの、なんとか未満少年。そうだそう、うん。未満都市みたいなやつ。ある。ジャニーズの方が出てるやつかな。あれはもう、キンキさんどっちも出てたんじゃない？ああ、そうだね。多分ね。もうちょい前に。あれもめちゃくちゃ面白かった。その辺が多分こぞって映像化されてないんですかね。リメイクしてほしいな。確かにね、もう次々やってくれたらね、見るんですけどね。土曜9時の、うん、あの時のやっぱ、うん、なんかね、そのネットフリとかね、ああいうのでもいいんでね、キンキさんでいいわ今の。マジっすか。うん、そのだいたいなんかブレザーとか着てるイメージなんですけど、キンキッズさんのドラマ全然いいですか。全然いい。もうお二人だいぶじゃないですか。見れる。はじめちゃんとかです。大丈夫ですか。友坂さんも。友坂さんでいいですか。友坂さんでいい。みゆきでしたっけ。ちょっとそう言い方悪いですけども、なんかその初老ぐらいの感じだと思いますけど。いや見れる、ね。いいですね。見れますね。うん、そうですか。僕はちょっと変えてほしいは変えてほしいですけど、ちょっとすいません。ちょっとその脳みその件だけちょっと、はい、分かる方いたら教えていただきたいなと思います。生放送でございます。メールでご参加ください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。Twitter のハッシュタグは、ハッシュタグマジラブ ANN0、地に点々の G です。そしてこの番組はスマートフォンアプリのハクナでも東京中学有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。ハクナのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひハクナでもお楽しみください。ということで最後までお付き合いくださいね、はい、ではここで一曲、はい、コスモで初音ミクの消失、はい、この時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、メールでございます。おっしゃ、はい、行こうぜ。ラジオネームのろし、はい、コナンのネタバレですが、はい、SNS ではコナンの映画が楽しみだというツイートをすると犯人の名前になったアカウントからリップが飛んでくるという悪質なミームが横行しています。なのでこのラジオを聞いて人狼書きファイルのことをつぶやいたら人狼からリップが飛んでくるのではないかと思い人狼関連のツイートは絶対にしないようにしています。この時代ネタバレを人に押し付けるのはほぼ不可能なので自制していく心が必要だと考えています。なるほどね。いやちょっとえぐいことになってんだね。すごいね。もうなんか自分から探さなくてももうゲリラ的に来ちゃうってことね。やってきちゃうのね。めっちゃ怖い。でも多分銀狼関連のツイートをしても多分大丈夫だとは思います。いや来るよ。来ないと思いますよ。金狼ですって。どうも金狼です。どうも金狼です。私はこれですっていう。いや来ないです。今そんな暇な方はいないと思いますよ。はい、そっかー、うん、そんなネタバレ、ね、ダメージにならないんでね、あんまり。なんかの犯罪ではないのかね。違うのかな。訴えることとかはできそうだけど、ね、妨害だもんね、ちゃんと作品。そうだね、すごい損害が出るからね。いけそうだけどね。ラジオネーム品川区代表、はい、東方近畿室さんのお宅のものですが、堂本光一さんのコンサートの時にネタバレについて、ネタバレは全然構わない、文字に負けない、文字を上回るパフォーマンスをするのが我々の仕事なのでと言い切っていました。おー、なのできっと勤労の正体を知ったとてなのかもしれません。ああ、なるほど。ちなみに撮影まで勤労の正体が伏せられていた件についてはそうだったっけと言ってました。ねえ、あなたのすごい好きな話じゃないですか、ね、それ伏せられてて。いや、またまた当時みんなうわーってなったっていう、照れ隠しみたいなとこありますよ多分。このすごすぎるエピソード。いや覚えてないんですよ、単純に昔すぎて。そうだったっけ。かっこいいけど、かっこいいね。かっこいいけど、それだったら、いや素晴らしいですね。いやー、上回るパフォーマンスね。文字に負けない。うーん、知った上で見ても構わない、面白い、面白いものをそれで見せるっていう。いや、勤労の正体は知らない方がいい。もちろんね、その当時はね、当時は知らない方がいいけど、もう今はいいでしょっていう話なんだけどね、ずっと。今、まあちょっとコンサートとは違うとこあるかな。いや、反論しないでもらっていいですか。浩一さん。いや、キンキキッズさんに反論しないでもらっていいですか。人狼回帰ファイルの面白さっていうのはやっぱもう、やっぱり。だからコンサートより上みたいな言い方してますけど。いや、コンサートより上とかじゃなくて、人狼回帰ファイルとはもう別物だから。自覚してほしい。人狼回帰ファイルが巧みに隠された勤労の正体。
これはもう全話に散りばめられて、一体どんなやつなのか、こいつは。どんなすさまじいやつなのかと。ワクワクさせる毎週話があって、うん、はい、この人狼に勝てるやつがいるのかと。それが最終話で。うん、ええー、いや、だから分かったけど。いや、もうそれ。あなたですかって。今これ聞いてる人で多分知らない人いないんだよ。びっくりこれ。みんな多分調べたし、見てない人も。ひっくり返ったよ、もう。言ってんだから、みんな。ラジオネーム、メートル法、はい、僕は透明人間を見たことがないのですが、うん、少しでも力になればと思い、透明人間最終回で調べたら、ありがとうよ。ヤフー知恵袋に、うん、透明人間の最終回に気持ち悪いものが出てくると聞いたのですが、気持ち悪いものとは何ですかという質問があり、ほう、もう遠い昔のことなので定かではありませんが、うん、人間の脳みそ、確か親玉みたいな設定でが出てきたはずと、このラジオの文字起こしみたいなやり取りがされていました。質問者はそれは気持ち悪いですねと納得していました。つまり何もわかりませんでした。ちょっと待ってください。それ教えてください、流れを。本当そう、ま、多分全く同じこと、みんなそう、多分このこれで透明人間を見てた人でうっすら覚えてる人は、うん、なんか脳みそみたいの出てきたってやつ。でもなんで出てきたのか、それがなんで、何の脳みそなのか誰も覚えてないと思う。待ってください。じゃあもう調べられないんですか、これは。ないと思う。どういう脈絡で出てきたかっていうのは。これも脳みそは確定だよ、多分。もう香取さんとかに聞くしかないってことですね。そう、出てる、うん、出てた人に。ラジオネーム、ピーマンの箱詰め。はい、透明人間に出てくる脳みそですが、うん、その正体は、透明人間になる薬を作ったゼウスグループのボスで、事故で使えなくなった肉体を捨て、脳髄のみが機械につながれています。おう。おう。だそうです。で、それがだから最後じゃあ出たんだね。じゃあ黒幕として。うん。喋ったんですか、それが。喋ったんだろうな。喋ったのか。おう。でも透明になっても、やっぱ無理だったんじゃない？みたいな。だから、その、前の、その一個前のメールのさ、やっぱ、その、そこだけ覚えてる人がいるってことは、もう相当なインパクトの脳なんだろうね。いや、確かに怖かった気がする。俺は衝撃だったもん。だって当時。うん、脳みそ、うん、まさかの。だって全くその振りなかったもん。確か。全く。ラジオネームゴリ顔の一般人、はい、透明人間の最後は新聞記事のアシスタント役だった香取さんが、あ、そうだ、新聞記事のアシスタントだった、そうだそうだ、うん、透明人間になれる薬を作った組織の悪事を暴いて、薬の効果で透明人間から戻れなくなった香取さんが、うん、なんやかんやで元に戻り、新聞記事としてまた働き始める、新聞記者かな、うん、新聞記者としてまた働き始めるような話だった気がします。戻れなくなるんだ、多分ですが。ああ、戻れなくなっちゃった。使いすぎたんだ。で、戻れなくなっちゃったんだ。ああ。戦ったのかな？私今、画像を調べました。見ます？ちょっと見して。もう、めっちゃ脳みそじゃん。めっちゃ電極につながられてるじゃん。違うかな。だからその、もう、だから完全に、だからもう、初期の脳みそさん。初期の脳みそ、ね、初期の脳みそさん。喋ってたんじゃない？と一緒ですね。脳みそに直接電極みたいのを繋げて。いや、繋がってますね。ただそれだけだもん。赤と黒のあの、うん、あれね、あの、ハサミじゃないわ、こう、クリップになってるやつがたくさん繋がってますね。うん、でも体を捨てたんだ。なるほどね。透明人間だってことなのか。もう、もはやそれもまた。いや、あるじゃないですか。体が。脳があるじゃないですか。透明、全然透明じゃないですか。脳はあれだが。体は透明人間みたいなことだ。これもな。深っ。いや、深くないです。ちょっと待ってください。だから、それによって何を伝えたいんですか。だから、伝えたいものがないじゃないですか。そもそも人は透明なのだ。みたいなことなんじゃない？誰も見えてない。そもそもじゃないじゃないですか。だって。いろいろあって脳だけになってるわけですから、そもそも透明ではないですけど。透けてるだろうと。え？透けてるだろう、私も。それが何なんですか、だから。どう言いたいんですか？透明人間だ。うまんねくんせれふと。それかけたら終わるわけじゃないんでね。その納得いかない部分は納得いかないです。ありますから。そんな、急に終わられても。何なんですか、あの歌も。なんで透明人間にあの歌なんですか。途中何言ってるか分かんないしな。
うん、歌える人いないっていうね。うん、エンヤコーラーみたいな。エンヤコーラーみたいなのありますよね。あら。サザンの中でもすごい異質な歌です。どうしたっていう、ね。どうしたんだっていうね。どうした急にっていうね。ありましたけども、ありが皆さんあれ情報ありがとうございました。なんとなくは分かりました。ちょっとだけ分かりました。はい、それではじゃあですね、来週の、スペシャルウィークのお知らせがあります。はい、4月20日の、放送にゲストが来ます。うん、ニューヨークです、うん、同じタイミングで売れた芸人、そろそろ夏休みを取ろう会議です。そうなんですよ。はい。この前ね、オールスター感謝祭でもあったんですけども、はい、疲れ切ってましたね、なんか。ニューヨークですか？ニューヨークも。疲れ切ってました。疲れ切ってました。で、やっぱその、誰かが、休みを取ろうって言わないと、はい、その、何やかんやね、この、あ、休まないんだって焦っちゃって、こっちも。やっぱ働かんやと。こんな休み取ってるこのレベルの、今一番頑張んなきゃいけないレベルの芸人が休みを取るなんてありえないことなんだって思っちゃうじゃん。まあ別にその、会社から一応強要されてるわけじゃないけど、勝手にこっちの判断で、あんまりそういう休みとかね、ガンガン取ると、ちょっとこう、嫌がられるんじゃないかっていうね。そうそのなんか、別にないんだけど、ちょっと怖いみたいなね。これ危ないですよ、本当に。これもう、マラソン状態、はい。もうゴールがないですから、これはね。うん。いやいや、まあそうですね。だから、みんなで休めれば、まあその、誰か一人がこう、責められるということにはならないから、うん、ぜひ一緒にということですよね。うん。うん、だからもう、休むよ。はい。え？来週、はい。決めます。あ、スケジュール出し、もうお互い出して、はい。この日休むって決めます。もう。もう取る。間違いなく。何日間取ります？それはもう、チキンレースよ。そこでも戦いがあるってことですね。戦いがある。お前何日休めんのっていう。だから2日ぐらいは欲しいですね。あ、そう。うん、4いけるけどね。え、4いきます？いや、全然4いけるよ。こちら側のその気持ち的にはその どんぐらい いけたらいいですか。その一丸となりたいんで。一丸となりたいよね。そうそう。やっぱりそのマジカルラブリーチームとしてやっぱりその一丸となりたいんで、その理想は何連休を目指したいんですか。難しいじゃん、はい、ラジオもあるしレギュラーもあるし、まあ、生放送のね、レギュラーもあるし、そうなんですよ、昼なんですありますから、うん、そこをどう、そこの折り合いでは多分俺らはね、だから本当に多分昼なんですよ、多分無理だから、うん、休むっていうのは南原さんもちろん先輩たくさんいるし、ね、だから最大可能なのは水曜日の昼過ぎですよね、うん、昼なんです終わるのが14時とかから水曜日の昼なんですの入りまで、うん、このラジオはもう収録いいと、それいいですね。最悪、もう、いけるのであれば、収録。火曜日のクリスタルジム、ズームトレーニングは？それはもう、あの、なしでいいです、もう、これからも。ずっと。おいおい、おい、それを楽しみにしてる、お前。誰か いるんですか、そんな、その人。いるよ、お前。その、あれでしょ、その、金が欲しい、その、マッチョ芸人たちだろ、それは。楽しみにしてんのは。クリスタルジムズームトレーニングがあるだろ、お前。それ、じゃあ、あなたは別にそれでいいですよ。てか、ズームだったらもう別にいいだろ、旅行先からやりゃ。わかった、それ飛ばすよ。旅館でやりゃいいだろ、こっちも。だマックス、一週間弱いけるっていうことですけど。うん、いや、でかいね。うん。そこまで行きます？一週間。行けるんだったら行っちゃおっかな、もあるよ。まあ、6日。6日か。6日ぐらい。6泊どっかでできるぐらいの。6泊行けるのかな？水曜、木曜、金曜、土曜、日曜、月曜、火曜、うん。はい。行けますね。7泊行けてるわ。うん。行けるんですね。あ、行けます。だからもう、そこまで、じゃあ、こちらのチームとしては行くと。はい。わかりました。うん。で、これも参加しないけど、はい、あの、強制的に見取り図も同じ。見取り図も同じ。強制になります。ところを通るってことですね。はい、電話します？出るかな休みになったから。4時前とか出るかな。ちょっとこの日休みになったから、お前たち。今
今確認して、そう、空いてるっていう。うん、で、その、だいぶその先にはなるかもしれないけど、確実に取るっていうことですよね。はい、うん、で、ちょっとその、ニューヨークが、先週、一週間休んだっていう情報が入ってきたんですよ。うん、で、それは、ちょっとやっぱ、新婚旅行だということで、農館にさせていただきました。はい、これはもう強制休暇イベントだということです。そういうイベントじゃない時に休める空気を作りましょうという、うん、そういう趣旨でございます、はい。で、私たちに関して言うと、まだ残ってます、これは。そうだね。強制休暇イベント。私の新婚旅行。うん、これもありますので。そっから、繋いじゃえば。繋いじゃえばもう2週間近く。一回ヒルナンデス戻ってきて。出てまた戻れる。戻れるわけだね。うん。ということです。後輩とかと行くんだったら、後輩をその旅行先に残して、うん、ヒルナンデスだけ出て。まあ、単純に2カ所行くでもいいからね。あ、確かに、ね。それ挟んでね。一旦戻ってっていうのも行けますから。うん、どこかしら作りたいということでございます。はい、だから来週はもう、Google カレンダーを見ながらやる。はい、ね、うん、ちょっと両国くん、ま、両国マネージャーにもちょっと来てもらうしかないかな、うん、それは。いい両国氏。いるけど。あ、丸出てます。うん、両国くんも休みにしたいからね、あと。そうだよね。厳密に言うとね。うん。両国氏も休み欲しいもんね。うん、なんか沖縄行って、行ったじゃないですか。沖縄で、泊まれたじゃないですか。ほんと一日休みがあったから、うん、その後に。うん、で、りょうごくんと、ちょっと飲み行ったんですよ。うん、で、その、だいぶ早い時間だったから、うん、夜の7時、8時とか。で、この後どうすんのって言ったら、海を見に行こうかと思いますって言ってて。彼はもう相当疲れてる。相当追い詰められてるんで。前も話したけど、焚き火、はい、火をさっき消えないために、はい、焚き火をちょっと両国になんか見守ってもらったことがあったのにロケで、はいはい、うん、そしたらその、両国くんが静かに焚き火を見すぎて、うん、ここまで顔を出せなかった鹿が出始めたって、野生の鹿が近くに寄ってきたっていう、溶け込みすぎちゃった。溶け込みすぎて、うん、もうその無になりすぎちゃったっていうことですね。彼はだから相当疲れてるので、はい、両国くんにも休みをという働き方改革スペシャルでございます、はい、ということで来週の放送にニューヨークが来ますので、うん、ぜひとも皆さん聞いてください、はい、うん、あ、おいやす小田さんあたりも休みにしてみるよな、うん、同じ M1 の時だったからね、うん、あ、まあそれじゃあ小賀さんもいいだろうな、小賀さん、小賀さんね、ああ、オズワルドとかも相当きつそう、そうだね、うん、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしてます。はい、メールでございます、ラジオネーム父は公務員、はい、見たことない銀狼会議ファイル、やっぱり気になるけど、うん、結果は知らない方が楽しめることもあるので検索しないようにします、うん、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、何こいつ縦読みでこいつ、お前見たことない、お前やめろ、お前見からなんですか、やめろお前、見からなんですか最初、ね、お前ラジオだから分かんねえろ、どじゃあでも一文字目は見なんですね、いやそこはもう確定じゃないですか、一文字目なんだから一番左でしょ、上のそれ見でしょ、検索しないようにします最後二文字ってことですか、み、うるさいうるさいうるさい、み、なんとかかんとか、けん、うるさい、み、なんとかかんとか、けん、けん、さっく、けん。違うみ、なんとかかんとか、けん。か、そう。ネタバレ野郎ども。なんかおかしいと思ったんで、カタカナがね、あったから、もう油断も隙もねえぜ、お前。危ねえ、俺が。言っていいっすよ、だから。もっと、俺が途中で気づかなかったら危なかった、俺。言っていいよ、ここに置いて、うん、お前が見るとこだって、お前。僕は知ってるっすよ、何回わかんない。これの終わった後、これを回収しに来たスタッフさんたちが、まさか、あれ、これ縦読みで。あ、え、ま、え、ま、え、あ、この人って。やぶいたかい、これ。燃やして。別にどうでもいいわぐらいですよ、全員。みんなも。斎藤 D 含め。みんなも気になった仕方が。よだれ垂らしてる。ずっと気になったやつよ。全員。みんなよだれ垂らして。全然興味ないですよ、みんな。もう。知ってますって顔してます、みんな。
か。もうあとちょっとあの糞流ができまして、急にやめてください、気持ち悪い、糞流嫌いなんですよ、ね、私糞流嫌いなんですよ。あの糞流がね、はい、結構前なんですけども、うん、脇にね、うん、でっかい糞流できまして、うん、うん、最初なんかちっちゃい、うん、まあなんていうの、まあ、うん、ニキビのひどい、ニキビとはもう違うんだけども、まあでもあのなんか押したら痛い時のニキビですよ ね、 そうね、中になんかこう芯があるみたいな感じの、それのなんか豪華版みたい な、うんうん、なんデラックス版みたいな、潰したらチュルってなんか出てくるみたいなのの、うん、めちゃでかい版です、めちゃでかい版みたいのが脇にできまして、うん、今回どのぐらいの、まあ、最初ね規模感でやってらっしゃるんですか。最初なんかまあちょっとまあ、うん、そんな大したことなかったんだけども、うん、エアガンの玉ぐらいの大きさだったのね、まあ、ちょっと抜いた時に目立つかなぐらいだったんだけどさ、なんかわかんないけど、一週間で、バカでかくなりまして、何があったかわかんないけど。栄養がやっぱすごいんじゃないですか、プロテイン。確かに。それがもうどんどん吸収されて、うんうん、で、もう腕上がんなくなったの。もう脇の糞流がでかくなって張っちゃって、皮膚を。うん、もう上がる、手を上げると引っ張られて、うん、ちぎりそうなぐらい痛くなるのよ。なるほどね。もう触っても痛い、上げても痛い、何してても痛い状態。はいはいはい、うん、もう皮膚に余裕がなくなって。余裕がなくなって。急に手が、一週間で急にでかくなったから。そんなに皮膚張ってんすか、ま、いや、本当に。いや、その、なんか、なんだろうな、ソフトボールぐらいの球入ったらわかるよ。うん。いや、でもそのレベルよ。ピンポン球ぐらいでかくなる。怖っ。パンパンに張って。でも、どっかのタイミングで病院行かなきゃなと思ってたんだけど、うん、はい、なんか、その、日曜日にね、なんか、イベントがありまして、で、まあ、朝だったんですけども、まあ、現場入って、楽屋入ってすぐ打ち合わせがあって、うん、もう打ち合わせ終わったらすぐ本番始まりますみたいな状況で、朝の打ち合わせしてるときにね、で、その担当のスタッフさんから打ち合わせの説明を受けてるときにね、なんか脇に違和感を覚えて、なんかなったぞ。なんかなってる気がする。なんだろう。脇汗でもない。なんかなってるなと思って。その話聞きながら、うなずきながら、こっそりの脇かくみたいな感じのノリで、ひっそり触ったら、もう、爆発しましたね。糞流が。もう、湿ってるってことですか？びっちょびちょになってて。でも、糞流爆発しましたとは言えないじゃん。打ち合わせで。すいません、糞流爆発しました。糞流爆発したってやっぱ怖いもんね。糞流って知らなかったらさ、もう、火山。怒る竜みたいな。分流が爆発しました。うん、いや、もうそれでもう、言えないからさ、うん、もう本番中も一回も言わなかったんだけど、もうティッシュをもう大量に脇に挟んで、うん、でももうスタイリストさんの服着た後だったから、あ、ぐちゃぐちゃになって、もう中のインナーとかも全部もう、で、ちょっと多分、染みちゃってるぐらいの状態になって。ティッシュでもキャッチできない量が。そう、多分さ、手を上げちゃうとさ、ティッシュが落ちちゃうじゃん。うん、脇に挟んでる状態だから。うん、だからもう一回も手も上げず。ずーっと脇固定したまま。手上げなくていいイベントだったんですか？結構上げるイベント。結構上げるイベントで。その、肘で上げる感じですか？肘で上げて。もうそんなんもあって、はい、もうその日もなんかもうスタイリストさんにも、わけわからん、その、なんか、このインナーちょっと持って帰りますわって。よくわかんない。なんでですか？なんでですか？なんか、ちょっと、この街の今日、インナー着てっていいですか？みたいな。なんでですか？今日、もう、うむ言わせない感じ。流れで。うん。なんでですか？ちょっと、あ、着てきますわって。もう、ドア出てるよ、ほぼ。あ、はーいって感じ。はーいって感じ。で、俺、そのまま、病院行って、皮膚科病院行ってさ、見てもらったらさ、めっちゃひどい状態だったみたいで。うん、でも、その、糞流自体が、やばいってこと、うん、やばかった。その糞流ほっといたのがやばいってこと、まあもう、両方爆発してるのもやばいし、うん、あとパンパンに腫れてた。規模感もやばい。腫れてたらしくて、うん。で、なんか手術ですってなって、うん、まあ、麻酔打って。手術するよね、あれで。うん、で、メス入れてさ、うん、多分なんか洗浄とかして、いろいろやってもらって、うん、で、縫ったんだけども、うん、なんか、半分ぐらいしか縫われてなくて。うん。うん、その、メス入れた場所が。うん、だからその、もともと糞流があったとこがスカスカになってるわけじゃん。その、ピンポン玉ぐらいのサイズの。どのぐらいを切ってるんですか？ 1 センチ弱は、かな？ 1 センチぐらい切って、じゃあ 0.5 ミリぐらいしか縫われてない。0.5 ミリしか縫われてなくて、う
で、その開いてんじゃん、 お医者さんの説明が、あのこれ家に帰ってシャワー浴びるとき、うん、普通さこの日はシャワー浴びないでくださいじゃん、まあそうだね、確かに普通は、うん、じゃなくてあのシャワー浴びるとき、うん、その石鹸を泡立てて、うん、この傷口に当てて、うん、そこにシャワーを当てて、うん、中を洗い流してくださいって言った、うん、できるかやってくださいよ、お医者さんが言ってる。今日メス入れた場所にさ、ピンポン玉ぐらいの空洞があるところにさ、シャワーをさ、染みる石鹸をつけて、シャワーを全力でピシャーってかけてください。いやだからできるか。あれですよ、だからその、細長い感じで出してください。その、普通のシャワーだと入っていかないじゃないですか。だからこの、スーっていうやつ、あの、あーだよ。ちょっとでも触ったら痛いんだよ、もう。麻酔切れて。いや、でも、シャワーとかじゃない、そのレベルじゃない。ちょっとでも触ったら、痛いのよ、もう。それをシャワーを、傷口をパカッと開けて、染みるシャンプー当て、当てて、ピシャーだよ。できるか。できるかって言ったんですか。できるかって言われたんですよ。医者に言ったんですか。できるかよ、それ。ま、ああーと、ああ、ええ、ああ、そうですかって。やってないんですか、じゃあ。恐る恐るやってるんですか。いやもう怖くてその、うん、手を当てがってその手を伝わす伝わせて全然違うじゃないですか話と無理よ。お医者さんが言ってること全然違うじゃないですか。無理、絶対無理。ピスってやって出してください。無理無理、突き抜ける感じのやつで絶対無理。肉に当たるから中の手術は痛くなかったですか。僕一回それやった時めっちゃ痛かったですよ。痛かったよ。あでもまあ麻酔したから麻酔が効かないって僕言われたんだけど、そのあ、そう。うん。なんか、そう、効かないぐらいになるパターンがあるらしくて、その、なんだろうな、ほっといて、なんか、ちょっと痛いとかまでなってると、うん、なんか麻酔効かないっつって、脳麻酔手術だったから。へ、うん。俺麻酔効いたじゃない、ちゃんと。あ、そう。うん。知りたかったんだけど、うん。まあ、縫って、うん、その、まあ、抜歯の日があったんだけど、うん、それがね、今日からまあ、一週間ぐらい前だったのね。うん、抜歯しなきゃいけない日がね、うん、でなんか結構忙しくて、うん、行けなくて、うん、でも1週間経っちゃったのね、抜歯の日から、うん、で見たらさ糸なくなってたの、うん、どう思う。知らねえよ知らねえよ。どこ行ったと思う。どうなってんのこれ。溶けるやつじゃないの。溶けるやつじゃない。抜歯しなくちゃいけないやつ。返せよ医者に糸。マジでどこ行ったのこれ。知らねえよ。糸。この時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。はい、メールです。お願いします。ラジオネームビーフチキン。はい。縦読み、うん、みで始まる剣。ああ、もう1話から三河健一さんしか見れなくなったじゃんネタバレとか最悪だよ。出てないから。多分だけど、全員のキャストを知ってるわけじゃないけど、出てないだろ、多分。三河健一さん。三河健一さんなの？どうなんでしょうね。無理っすね。三河健一さんはちょっと無理っすね。出てないもん。インロー、端っこ歩きなさいよ。端っこ歩きなさいよ、言わない。宇野さんにしか言わない。宇野さんに言ってるわけじゃないか。誰に言ってるのか知らないけど。ラジオネームラリホいい加減に縦読みとか読みましょうよ、うん、のっけから銀狼書きファイル楽しめなくなる人が少しでも出るのは本当に悲しいです、うん、血も涙もないリスナーがいて本当に悲しいです、うん、あ、こんにちは。お前これもう縦読みになっても俺何ですか。縦読みでいい加減に乗ってから、血も涙もない。はい。命になって。命になってたら何ですか。命が何なんですか。ちょ待って、じゃなくて、命出てるんですか。命が出てるかだけ教えてください。命出てるんですか。まあ。人狼会議ファイル。命出てるんですか。まあ。いやいやいや。命になってたら何だった命じゃないです。命じゃないですよ。ラジオネームスイッチ。はい。野田さんの傷口を洗うために、うん、ケルヒャー持っていきましょうか。そう、ケルヒャーだ。ケルヒャー。
スのやつ。めっちゃ落ちるやつだって。あれでグリ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 ってやったら糸も出てくるんじゃないですか。押し出されて袋から。ケルヒャー推奨だったか。怖えの。あれどこ、もうどこにもないんだって。見ても。どう見ても。だ普通にまあポロッと抜け落ちた感じかもしれなくないですか。その落ちちゃうパターンないんですかね。ないと思うよ。いやマジで俺怖いのがさ、いや中に入っちゃってその、どんどんその傷口が塞がっていく過程 で、うんうん、で今もうこの糸が中に入ってるから、うん、もう一回切って、うん、糸取んなきゃいけなくなるみたいな。ああそうやった方がいいんじゃないですか。まあだからそのもしかしたらさ、そう体の中は常に動いてるからさ、うん、ちょっと別のとこにあるかもしれないから、うん、じゃあちょっと他のとこも開けてみますね。なるほど。切り刻まれるじゃん。ちょっとじゃあこれ一回背中の方見てみましょうか。メスで俺切り刻まれるじゃん。逆脇もちょっと開けてみましょうか。シャワーで洗いますね。あの脳いじられてる時のあいつ。いいよその。まあ見つかったら教えてください。さあではこちらのコーナーに参りましょう。エル心のボディービル。どんな状況でも自分にエールを送って気分を盛り上げているからいつもニコニコ。そんな心のボディービルダーの皆さんから自分へのエールを送ってもらっています。聞くだけで元気にポジティブになれるコーナーです、うん、スタンダードバージョンいいですね。はい、はい、スタンダードバージョンですね。ラジオネーム、はい、ガイルガーゴイル、はい、授業参観の日友達の母ちゃん見ようと振り返ったら母親と目が合い、前を向けと顎で指示され、速攻で前を向いた俺、ボスの指示で力を解禁する返り血キャラ回。かっこいいですね。もうやっちゃっていいですかっていう確認ね。すごい力発揮するんだよな。うわ、授業参観みたいなのとか思い あったな。恥ずかしかった。俺なんかねその感覚あんまなかったな。僕もね、なかったな。小学生ぐらいの時は全然仲良しだったし、お父さんお母さんと。確かに。見ててねって思ってた。頑張るよって。確かに。笑い取ろうとしてた気がする。うわぁ、それは嫌だな。受けたかったんですか、お母さんに。うん、受けてるじゃんって。お母さんも笑ってた。お母さんは、笑わない。お母さん。俺で。お母さん俺で笑わないから。過去一回も笑ってもらえない。僕が参加しても笑わないです。笑わない。マジカルラブリーで笑わないですから。笑わない。ラジオネームガイルが多い、はい。インターホンに映っているのが知らない人の時は、舐められないように低音のガラガラ声で応答する俺。バイオハザードのタイトルボイスかい。バイオハザード。確かにあれかっこいいよな。あれ誰が言ってんだろうな。意外に社員だったりする時もあるからな。あ、そうか。たまにね、うん、あれ俺なんですよみたいな人たまにいる。たまにあるよね、うん、いるいる、うん、だってあの、ストツーのねチュンリーの声は社員さんだから。ああ、確かに、ね、あるか。あるからね。ラジオネームハートマト、はい、久しぶりに会った中学校の同級生にすっかり名前を忘れられ、どう接していいのか戸惑われた俺、うん、カレーに入ってる手羽先かい。わかるわ。忘れられて、わかるわ。めんどくさいんだよ、ちょっとだけ汚れそうだなってもな。そうなんだよ。でもクタクタになってるからスプーンでほぐせなくもないのよ。ああなるほどね、うん、でも最後骨は出さなきゃいけないから、それをその眠ってから出すのか、カレーがたくさんついたまま出すのかとか、いろいろあるんですよね。あなた分からないと思うけど、最近さ本当に 、うん、もう何にも告知せずに、うん、カレー味のもの入ってる時あるわ、お弁当に。なんか揚げたものの中の味付けがちょっとカレー味だったりする時、この間あったな、なんかサラダ的な感じのニュアンスのカリフラワーがカレー風味だった。そうそうそう、あった。それじゃないですか。それだわ。
いや、告知しないじゃないですか。告知してほしい。他のものが告知されてないじゃないですか。カレーが入ってます。カレー味ですって。いや、これは何味です。これは何味ですって書いてないんですか。それはもう。カレーだけは無理です。ずるいよ、あれは。カレーだけ特別は無理です。ラジオネーム、ハートマト。はい。初めて行った飲食店でメニュー表を見ながら何が食べたいか考えに考えた末、完璧と思われるメニューを注文した後、うん、ふと店内を見回したら、それを上回るメニューが壁に貼られていたのを発見した俺。胃の中の蛙、大海を知らず、されど空の青さを知ったのかい。あるんですかその言葉。その続きのバージョンあるんですか。されど空の青さを知ったのかい、まだ知らなかった、うん、知らなかったんですけど。めっちゃあるわこれ、うん、これめっちゃわかる。確かにね。そっち、壁の方もメインの感じのパターンあるじゃん。壁の方が強いです。おすすめです、みたいな。あと、後半で気づくパターンね。あ、壁あったのこれ。いや、そうなんだよ。これやめてほしいよね。その、壁のも一応、メモ帳かなんかでいいから、置いといてほしいんですよね。だんだんやっぱその、壁に貼られてるものがさ、うん、強そうになってくると、このメニューは弱いんじゃないかって思ってくるような、だんだんな。まあだから、旬的なものは壁って思ってるからね、一応。うん、そう、うん。頼みづらくなるような。いいの仕入れましたよのやつは壁だと思ってるから。そう、うん、ラジオネーム、ビコイドン。はい。4人以上の集まりになると自分の話なんて誰からも聞いてもらえなくなる俺、うん、フルボイス付きなのにスキップされるプレイ2週目以降の RPG のテキストかい。かわいそうだな。お前が最初ちょこっとだけ聞こえる。あ、でもかでも来ない。お前お前かわいそうだな。ビコイドン、なんで4人以上になると思う。そっか、3までしか通用しないんだ。そうか、うん、いるよな。でもガン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 言ってないで、これ、ラジオネーム、まんまるを、はい、おならしようとして少しうんこが漏れちゃった俺。スピード出てないのに爆音出しているフェラーリかい。真逆のこと言ってるのも存在としては。確かにね。いや、あんまり言わないでね、そんな。少しうんこが漏れちゃった俺とかさ、言わないで、そんな簡単に。お腹しようとして、うん、少しうんこが漏れちゃった俺。その部分をなんか振りみたいにしないで。その、大落ち級のこと言ってるから。クソ漏らしだから、お前は。漏れちゃった俺ってあんまりいうことだよな。少しうんこが漏れちゃった俺。だからその、軽いんですよ、なんかノリが。陽気な。すいません、漏れちゃいましたにしてほしいんですよ。めっちゃ天気いい日じゃん、この感じ。なんで明るいんだよ、お前。漏れちゃった、俺。おならしようとして、少しうんこが漏れちゃった、俺。天気いいな、明るく言うなよ。この日は、多分。そういうコーナーか。あ、そうか、そうか。そういうコーナーか。そうなんです。そうです。これはそうか、趣旨に乗っ取ってた、これはね。ありがとうございました、皆さん。引き続きお願いします。受付メールアドレスは、ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com、メールの件名に、心マッチョ、新マッチョと書いて送ってください。シンプルなのもやっぱいいですね。嬉しいですね。みんな、うん、すごいいい日に言ってる感じする。陽気に。うんこが漏れちゃった、俺。佐久間軽石さん風でね、ちょっとね。ああ、確かにね。シンプル漏れちゃった、俺。いや、まあそうだ。言うテンションで変わるね。時間マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。はい。メールでございます。はい。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦、おい、野田さんの脇の糸は、野田さんの口の中にある子供部屋引きこもり入試おじさんと一緒で子供部屋引きこもり糸になったのではないでしょうか。野田さんの体内でアニサキスと糸が細長い仲間としてアニメとゲームで盛り上がっていると思います。すごいですね、集大成みたいなメール来てるじゃん。すごいね、俺の集大成じゃん。俺の体の中の集大成じゃん。そうですね、あなたの集大成はやっぱそのアニサキスと糸が仲良くなってるね。いいですね。取ったんですよ、もうアニサキスはもういない。もういない、取りました完全に。じゃあアニサキスがいた部屋が空いてるんでそこにいるってことですね。いだよ。はい、じゃあ胃にいるってことですね。またイカビラって。いいっすね、たまなんかどっかで本当忘れた頃にどっかから出てきたらめっちゃいいんだけどね。なんかすごいなんか体の不思議を感じるよね。確かにね。うん、チンゲンになって
出てきてね。なんか一本、なんか違うチンゲあるなって言ったら、これビク。ビク。それはないと思うんですけどね。チンゲとして出てくることはないと思います。ビク。なんかどっかすりむいたらそっから出てくるとかね。ラジオネーム、スイッチ。いや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 。みんなダメだって。ノリでもネタバレってやっちゃいけないやつじゃん。つまんなくなって誰も見なくなっちゃうよ。ちゃんとしようね。怪しいな。あれちょっとこれ、いやいや、うん、ノリで、つまんなく、うん、ちゃんと、まあ、これ、命になってねえ、だから何なんだっつってこれ思い出したら、スイッチお前できんなお前これは。だからそう、命だったら何なの？お前、ほんと。別に命が。ほんと、好きもな。じゃ、命がその、勤労じゃないじゃないですか。気抜けねえな、ほんとに。ね、命が勤労じゃないのに、なんでその嫌がるんですか？手読みしてくるじゃねえか、おめえよ。いや、別に命の場合はいいですよ、別に。怖いな、ほんとに。怖くないです。してんだもん、これ。ラジオネーム、おもろくん。はい。命っていうのは、うん、井上尚弥のことではないんだよ、ね。そんなバカが出てくるんだよ。いいね。こういう時にさ、バカが出てくるんだよ、一緒に。うーんじゃなくて。うーんじゃなくて。まあ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 。どうなんでしょう。意味がわからないですよ。何の話してんの、今。どうなんでしょう。勤労のネタバレしないでっていう話でしょ。うん、別に命じゃないし。井上尚弥でもいいし。うん、それを命と呼んでも。まあ、どうなんでしょうということですよね。どうなんでしょうってどういうことなんですか。井上直也さんかもわからないです、ね。今何を隠してるんですか勤労は。何を隠してるかわかんないんです。ラジオネーム、松潤。はい。どうやら俺は出る幕がないようだな。うん、うん。あなたはその後の金田一少年に出てるから。松潤から来たか。から来たか。松潤。聞いてたか。カタカナで、カタカナで松潤じゃねえか。びっくりするよな。本当に松潤が松潤で来たら。こいつも、だから、その、本物じゃないですよっていうのを伝えたくてカタカナにしてんじゃねえ。わかってる。わかるよ。なめるだよ。ラジオネーム、最初はグーテンモルゲン。はい。みんな、そろそろわかったよね。やれやれ。ネット社会の今、ネタバレは避けられないね、うん。世界中どこに行ったって、いろんな情報が入ってきたんだから。時代が違ったから、ネタバレされずに、銀狼を楽しめたのに。ちょっと待って、お前、ちょっと待って、これちょっと待って、これ怪しかった。ちょっと待って、これ、お前。ごめん、ちゃんと読んだろよ、お前。覚えてなかった、何、うん、みんな、やれやれ、ネット、世界中、いろんな時代が。お前、これ。宮根誠司になってるじゃん、お前。だから何なんだっつってんの。お前、宮根誠司になってる。最初は偶然もあるじゃん、お前。できんな、お前は、お前。実際何がダメなんだ。こっちが、お前。出てないだろ、銀狼鍵ファイルに。すごい、いいこと言うなと思って聞いてたのによ。違うんですよ。もう内容が薄くなってんだよ、その、やりたいから。いいこと言ってんなと思って。縦読みをやりたいから内容も薄いし、宮根誠司だと何がいけないのかわからないし。そしたら、お前。油断も隙もないぞ、お前、これ、お前。ちょっと待ってよ。ちょっとほんと置いてかれてるんだけど。大丈夫か、これ。僕は。みんななんでそれついてけんの？わかってないですよ。何をやってるのか、今。まあ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 、まあね、わかんないですよね。銀狼会議ファイルに出てないじゃん。何をやってんの、これ、今。まあ、確かにね、うん、最初はミっていうとこからなんかヒントを得たのかもしれないですよね。うん。うん、言えないですよ、僕も。詳しくは。宮根さんかもしれないってことですか勤労の正体。まあ、全然わかってる。ないよ。ないよ。宮根さんは。ないことはないだろ、お前。ないよ。ないってわけはないよ。宮根さんだってあり得るよ。三河健一さんってあり得るよ。知ってんだもん、だって。僕は。ないんだよ。これ皆さん、ないです。はい。まあ、どんな情報、まあ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 、でも何にせよ。うん。ネタバレはまあ良くないですよ。うん。うん。だからこれ縦読みやめてください。でも本当にやめてください。うん。本当意味が、何をやってるかがもう分からないんで僕は、うん、置いてかれてるんで、やめてくださいね。引き続きお願いいたします。受付メールアドレスは ml@coordinatenippon.com、ml@coordinatenippon.com です。ではここで一曲。まだ、ファンさん。
マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお、Spotify では本日の放送分だけでなく、過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードして、ぜひチェックしてみてください。そして、ハクナでは、番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧くださいね。はい、メールでございます。ラジオネーム、ジョーロ。はい。イノッチと宮根誠司、情報番組の帯。これはなんだよ。なんだよ。これはじゃないの。なんだよ。これはの後も書いてこいよ。はい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 。なんもねえだろ。はいはいはい。はいはいはいじゃない。どうせ何にもねえだろって。ね、情報番組の帯、なるほど。ちょっと目的がわからないの、今。やってることの。いや、なるほど。銀狼回帰ファイルの黒幕を探ってるでいいのね。もちろんです。それはそうなんですね。はい、ラジオネームポテチ食べたい後も出たい、はい、結局勤労の正体は誰なんだろう、うん、みんなのメールのおかげで早く見たくてたまりません、うん、お前らのメール最高だったぜ、ちょっと待ってこれお前これ怪しかったもんちょっと待ってこれお前、結局みんなのお前らお前これケミオになってるじゃないかだから何なんだってなケミオなんか出てねえだろ銀狼会議ファイルにケミオになってんじゃねえかお前これお前銀狼会議ファイルだいぶあるだろケミオが出てきたのはポテチ食べたいと思ってたお前できんだお前これお前ケミオ今よしろお前ケミオは今何やってんだ元気なんかケミオやってんだお前これラジオネームポチ食べたい後持ってたいとりあえず今日すぐに銀狼会議ファイルを見ようと思います東亜美ええうちのこれとりあえず、今日すぐに、と、う、あ、み。まあ、これ、お前、土地と雨になってんじゃないの、これは。とう、あみのとこどうなってんのちょっと待ってくれ、文字で見せてくれ。とう、あみのとこどうなってんだよ。と、と、う、と、あとみだよ。じゃあ、どうやって書いてるの縦に書いてる縦に書いてある。つけてこいよ、他の部分を。時間足んなかった。時間足んなかったぜ。そんなに急いで送るメールじゃねえだろ、時と網の。時と網かどうか、どうなんだろうな。出てねえだろって言ってんの、ずっと。色書きファイルに。そっか。本当にそうやって、もう、茶化すような真似。ラジオネーム虫歯怖い、はい、イノッチが勤労だとすると野田さんが学校へ行こうに出た時に会ったイノッチはちゃんとしたイノッチだったんですかそれともヤバいイノッチだったんですか確かになヤバいイノッチどっちなんですかいやまあだからこれが勤労だとするとがまたちょっとあそうかそうだねもう勤労じゃないんでねすっごい吐き出させようとするんだからいやそキンキさんの方のラジオでも即言ってんだから僕は言いません即言ったらしいですからねえ浩一さん、来週はニューヨークが来てくれます、日本放送でお聞きの方はこの後4時半から上柳雅彦朝ぼらけですお聞きくださいということでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と金狼でしたありがとうございますバイバイ